アップストア、無料ゲームランキング、1位、スタンブルガイズ。このフォールガイズっぽいゲームじゃねえか。過去にフォールガイズっぽいゲームはいろいろやってきましたが、このゲーム、パクリの中では、歴代最高のクオリティですよ。数十人のマッチングバカソフかよ。最初のステージが決まりました。ちゃんとフォールガイズと同じプレイスからなんだな。複数の障害物を乗り越えて、ゴール地点があります。人数は32人だから、16人通過だと、半分が落ちるぜ。みんなの名前が表示されるので、画面がごっちゃごちゃ。半分ぐらいが初期の衣装だぜ。ここのゾーンは難しくなく差がつかないので、まだ何とも言えません。ここを抜けた先の振り子が重要だな。このペースなら上位16人余裕、落とされると振り子最初からやり直しだぜ。ちょっと慎重に、これでいける。2連ジャンプでダイブできるが、そもそもタイミング悪かったぜ。やばい、最初に作ってたリードが消えてしまった。ここはもうミスれないぜ。ぼちぼち通過した人も出てきました。さっきミスしたこの部分。よし、今度はいけた。もう1個も抜けたから、あとはゴールするだけだぜ。多分16人には入ってます。ここはぶつからず、そこのジャンプ台を飛ぶと。これダイブで超えられるぜ。意外と簡単でした。クリアだー。フォールガイズと同じように減っていったぜ。続いてのステージは、ウォータースライダーです。一気に夏っぽくなってきたぜ。ここは水に落ちてしまうとダメなので、この曲がり角、慎重に行きます。慎重に行きすぎて出遅れてるぜ。16人中8人通過なので、ミスらないことが先決。勢い余って落ちてる人いるぜ。なので、ここはちゃんと突破していきます。ジャンプして、ウォータースライダーだぜ。こっからが勝負です。このウォータースライダーはショートカットできるかな？ウォータースライダーゲーム全部ショートカットできると思ってんだろ。あれれ、でもこれ、ショートカットできなくはなさそう。ショートカットのメリット見るからに薄いだろ。途中にバーがあるので、ジャンプでかわす。前にどのぐらいいるんだろうな。おそらく今は8位手前ぐらい。この渦は落ちたら絶対やばい。落ちた人は消えていったぜ。ちょい危なかった。スピードアップだー。ウォータースライダー抜きどころがあんまないな。サクサク進んじゃいますね。でも、こっからは邪魔なブロックがたくさん。ここで差をつける。ぶつかりまくってんじゃねえか。ゴールした人現れたぜ。こっから続々とゴールしていくので、急がねば。どんだけここつまずくんだよ。見えてる範囲で前に数人。ここのプロペラは、ぶつかったけど、もう前に人はいない。ちゃんと輪に入った方が良さそうだぜ。クリアだー。これで残るは8人。次が、ラストバトルです。ラストは、レーザーを避けるやつ。これ7人消えるまで続くぜ。まずはゆったりしてるので、ジャンプで簡単にかわせます。だんだん速くなっていくんだな。もう1人消えましたね。次もまた同じとこからレーザー。1本だけなら簡単だぜ。ちょっと早いスパンで来ましたが、これも難なく避けられます。別方向からもレーザー来たぜ。それに、いろいろ増えたぜ。これで脱落者増えてくれるといいんですが、どうなるか、めちゃくちゃ減ってるぜ。よし、残る数人。これは1位いけるかも。ここジャンプ細かいぜ。みんなしぶとく生き残りますね。もっと複雑なレーザー来てくれ。レーザーは速いのと遅いのがあるぜ。次の横、混ざってきましたね。これはちゃんとタイミングを合わせて、連続してジャンプ。おっと、他のみんな脱落したぜ。優勝だー。